海から眺めたガラタ金閣湾の手前が、ガラタガラタ、またはガラタ地区とは、トルコ共和国、イスタンブール、ベイオールにある一角の名。現在は、カラキョイ地区の名で呼ばれている。かつてのコンスタンティノープルがあったヨーロッパ大陸側、金閣湾の北岸に位置する。歴史上、ガラタは、古いギリシャ語のペラニーエヌサイクイズに由来する、ペラの名で呼ばれた。 その遥か後の東ローマ帝国時代、ガラタは戦時ともなれば、金閣湾への侵入を防ぐテッサが据えられた王塔のある場所として有名になった。この塔は第四回十字軍の最中の1204年に破壊された。しかしその後ジェノバ人によってキリスト塔の名を付けられ再建された。ガラタの名の由来には諸説存在する。イタリアでは下り坂を意味する。 キャラタから生じたとする。ギリシャ人は、その名がガラクトスか、ギリシャ語でケルト人を意味するガラトから生じたと信じている。中央アナトリアに定住する前、ケルト系のガラテア人たちが、ヘレニズム時代にこの地に定住地を持っていたと考えられているためである。最初、ガラタはコンスタンティノープルに隣接するジェノバ人地区であった。1171年3月。 ガラタ地区が放火により被害を受けるとマヌエル一世コムネノスは犯人はベネツィア人であるとして一方的にベネツィアとの同盟関係を吐き東ローマベネツィア戦争が1175年まで続いた1273年から1453年のコンスタンティノープルの陥落までガラタはジェノバ共和国の居留地であったガラタにあった 中世のジェノバ共和国による城塞の壁は、その大部分が完全なまま19世紀まで残っていた。しかし、ベオールなど北部へのイスタンブールの都市化拡大の波に押されて、壁は倒された。現在、ガラタ島に近接する場所にわずかながら、ジェノバ時代の壁が残っている。ジェノバ共和国の民衆隊長であった、モンターノでマリニスの邸宅は、ジェノバ時代に、 パラッツォ・デル・コムーネとして知られており、1316年に建設された。これは現在廃墟となっている。ジェノバ人の邸宅のファサードにあった装飾の一部は19世紀オスマン帝国時代の高層ビルの装飾品として使用された。ガラタの中にある銀行街はオスマン帝国時代の金融の中心地であった。ガラタにはその他にも特色ある。 建築物が残る。聖パウロ教会は、ラテン帝国時代にドミニコ会派によって建設された。この建物を1492年のスペイン遺産、新聞によって追われ、イスタンブールへやってきたスペイン系アラビア人に対し、スルタンバヤジと2世が授けた。現在はアラップモスクとして知られている。ありがとうございます。